日はいよいよゴールデンウィークに入り、4月に就職や転職で新しい職場に行った方は1ヶ月経った感じですかね。どうでしょう、新しい職場には慣れた感じでしょうか。順調に、慣れていった方はいいと思うんですけども、中にはブラック企業に当たってしまったとか、あるいは思っていた仕事と違っていても立ってもいられないぐらい辛い、そういう方もいると思います。私自身も、新卒で入った会社を1年半で辞めた人間です。まあもう辞めちゃったから言うんですけども、結構な大企業で、まあ辞めるときはそんないいとこ辞めちゃうのと言われたものです。でも今となっては、まあ、辞めたことは1秒も後悔したことはないですし、当時の同僚とも未だに、交流があって、時々、まあ、最近はちょっとコロナで飲めてませんけど、時々飲みに行ったりはしてます。さて仕事に関してですけども、仕事を歯を食いしばって頑張る、それもいいと思います。あるいは、どうしてもダメだからすぐ辞めちゃう、それもありだと思います。決して、辞めたら負けとは思いません。歯を食いしばって頑張って、頑張ってしがみつくのが負けとも思いません。ただ注意したいのが、仕事を辞めることを怖いと思ったら負けだとは思います。仕事を辞めるのを怖いと思うと、まあ、辞めない限りはいつ辞めさせられるようになるか、ヒヤヒヤしながら生きることになって、もうおどおどと上の顔色を見ることになります。そうするとますます、なんだろう、格好の、まあ、パワハラの標的になってしまったりとか、力を発揮できなくなったりするとかして、どんどん袋小路に追い詰められて、罪確定ということになってしまいます。ですから、まあ辞めたら負けとは思いません。しがみついたら負けとは思いません。辞めるのを怖いと思ったら負けということになると思います。まあ教員にしても、まあ俺の首なんていつだってくれてやるぐらいの気持ちでやらないと、まあやっていけないですからね。こんな感じで、まあいつ辞めてもいいんだぐらいの気持ちでいると、たとえ辛い職場でも頑張れると思います。また、堂々としていられると思います。ですから決して辞めるのを怖いという罠にはまらないようにしてみるといいかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。